僕は慶応義塾大学薬学部出身の無職ですが、最近令和の虎タイガーファンディングに東大医学部志望のホスト崩れの新会社が出演し、虎たちにぶち切れて帰って大炎上してます。最近は慶応薬学部に入ってインフルエンサーになりたい志願者がいました。僕はあの番組の圧迫面接の雰囲気が苦手なのですが、ひろきさん令和の虎に出演した時どうでしたか？僕めっちゃ圧迫面接してたと思いますよ、令和の虎だった時は。ただあれは結局その元々あったその日本テレビでやってたマネーの虎っていう番組がある程度その圧迫面接をするよねっていう企画を乗っ取ってやってるので、圧迫面接をするのは僕はある程度事業をやる人に関してはいいと思うんですよ。事業をやるって結構そのリスクが高いし、あとその綺麗事で済まないんですよね。なんか、あ、うまくいくよ、いいよ、いいよ、頑張った方がいいよって言って、でもその後になんか、まあ、日本の場合ってその借金の場合個人保証だったりするので、会社失敗した後、その後めっちゃ借金を負って大変なもんにするっていうのもあったりするので、なので、その、会社とか事業をやりますっていう人に対して厳しく当たって、で、それでもできるんですっていう自信だったりとか、資料だったり、証拠を持ってくるっていうのがあれば、それはそれで頑張れよって話だと思うので、なので仕事をする人に関して厳しく当たるは僕は全然ありだと思うんですよ。ただその受験生にきつく当たるの意味が分かんないんですよね。まずそもそもあのちゃんと勉強できんのかみたいなのって、いや本当に勉強するやつはそんな番組出ないぞ。普通に家で勉強してるぞ。あと東大の離散は大変なのかもしれないですけど、でも基本的にはそこそこ頭のいい高校生が1年間勉強すれば受かるわけじゃないですか、離散って。なので必要なお金っていう概念もよく分かんなくて、いや例えばじゃあ一人暮らしで家賃がとかで仕事できないだったら実家に帰れ、実家に帰って1年間こもってひたすら勉強しろと、実家がないんだったら生活保護を取ってひたすら勉強しろ。まあそれでいいと思うんですよ。だからなんその勉強するのにお金が必要ですが、僕ちょっとわかんないんですよ。慶応大学医学部に行きたいです、1000万円必要ですであれば知るかボケで終わりなんですよ。東大に行けば国立大学だから、でそんなに金額かかんないんですよ。で仮に東大に受かったら普通に奨学金借りれるんですよ、医学部でも。なのでそれは東大に入って奨学金借りて医学部卒業してお医者さんになって返済すればいいじゃないですか。なんで番組に出て金借りようとしてんのっていうのがそもそも僕わかんないんで、だからその甘っちょろいやつが来るよねっていう人であれば、いやいや甘っちょろいやつしか来ないでしょその番組の企画だとっていう、その企画構成の問題もそもそもあるし、甘っちょろいやつが来て怒られたって、それ甘っちょろいから怒られるよねっていうので、怒られる人も怒る人もその出演者も企画も全てみんなずれてるから、誰が悪いで言うとお前ら全員悪いっていう話なんですよ。だからなんかどうなのって思うんですけど、まあ、エンターテインメントですからね、みんな楽しんでみればいいんじゃないですか。まず令和の虎というチャンネルはマネーの虎とは一切関係ないんですよ、僕が知る限り。っていうところがブランディングがうまいですよね。あのマネーの虎との関連性があると思い込んじゃってるんですけど、あれマネーの虎の出演者だった人がやってるマネーの虎の完全パクリ企画なんですよ。あれ本来でいくとそのなんか番組のフォーマット権とかで考えるといかがなものかなと思うんですけど、でもみんなあれ騙されてマネーの虎の何か関連のある延長線のあるものだな、そう吉田栄作さんが出てる日テレのあれと誤解して見ちゃってるんですけど、あれ一切関係ないですよっていうプロモーションがうめえなと思って僕見てるんですよ。要はいかにその人を騙すかっていう、さっきと一緒で、とはいえあのね番組としてはすごいしっかりしてて、虎の人がやっぱりちょっとその説明ベタだ、まあどちらかというとそのなんかあの自分語りしちゃうタイプの人で、横にいる岩井社長がすごいフォローしてるんですよ。そのフォローしてる番組とか結構カットされてるんですけど、要はその人がこういう説明した方がいいよとか、この言い方すると良くないよみたいなすごいフォローを企画側にやってるんですよ。やっぱりその虎側ってビジネスをちゃんとやってる人だし、まあお金もあるし、やっぱりその素人のそのお金くださいって言ってる人と議論したら勝てるわけないんですよ、素人が。なのでその素人の人が喋りやすい空気感とか、ここが良い面なんだからこういう風に説明した方がいいよっていうフォローをすごいやってるんですよ。だからなんかまあその岩井社長がその要は経営者でちゃんとそれなりに実績もあるしなので、そのこういう言い方をしたらとか、こういう説明をすると虎の人に刺さりやすいよっていうのをすごい懇切丁寧言った上で、はいスタートっていうので、たまにあのいやこうした方がいいよみたいなのがあったりして、うわ微笑ましいなと思って僕は見てたんで、そういう意味であのすごいなんか、あいい人なんだなこの人っていう。ただそのいい人って見れちゃうと、やっぱりその
そのあの令和の虎っていうそのなんかあのピリピリした緊張感っていうのが消えちゃうじゃないですか。金欲しいですっていう欲丸出しの人と乗っかって金儲けたいですとか、でもこいつクズだから出さねえよってそのピリピリした感情を出したいと思うので、岩井社長のすごいあの優しい本話かとその提案者を一生懸命フォローして回してるとか、その虎側の人にもこうあのうまく話を回してとか、まあ今回だと途中であの戦国さんっていう社長さんが途中で帰るってなったんですけど、あそこのなんか本当ちょっと時間をしちゃってすいませんみたいな、あのすごいこうなんかうまく回してて、あこの人経営者として優秀なんだなっていうのが分かったんで面白かったです。はい、令和の虎は楽しかったですか？好印象だった社長さんいらっしゃいましたが、あの令和の虎っていうあのマネの虎のパクリ番組に出たんですけど、なんかねその後になんかあの賭け麻雀をやっていたみたいなのであの炎上があったんですけど、僕その日本に住んでないせいでそういうイベントからはずっとはぶられてるんですよね。IT 系金持ちがなんか飲み会でやらかしたとか、なんかあの YouTuber がなんか大勢で集まって飲み会やりましたとか、なんかいろんなこう話があるんですけど、僕ずっとそういうのをはぶられてるんで、あのね、フランスの片田舎で部屋でずっとダラダラと喋ってるっていう、そういう状況なので、あの皆さんは楽しんでらっしゃったみたいなんですけど、僕はずっとはぶられていました。はい。虚言癖治った人見たことないんですよね。山なんとかさんとかね。ショーン K さんとか。虚言癖はね、多分治らないんですけど、ただ、虚言癖をやる人の、あの特徴として、怒られるの苦手な人多いんですよね。怒られるという状態を避けるために、その場で嘘をつくと、怒られるという状況が避けられる。ただ、その後、と嘘がバレてめっちゃ大変なことになるんですけど、ただ目の前の怒られるが嫌だから嘘ついちゃうっていうのを瞬時にやるんですよね。これ子供がやるんですよ。お菓子食べたでしょって言われて、明らかに子供がお菓子食べてるんだけど、食べたって言ったら怒られるから食べてないって子供が言うみたいな、っていうので虚言癖をやる人って実はね結構頭いい人が多いんですよ。最終的に頭悪いんですけど、嘘がバレるから。ある程度の計算高さっていうのがあって、嘘をその場でついて嘘で相手を言いくるめる能力が高いっていうぐらいの、その言語能力と相手の情報量を把握する能力が高いんですよ。なので割とそこそこなところまで行っちゃえる人多いんですよね、虚言癖のおかげで。ただそのある程度まで行くと、こいつ嘘つきだよねっていうのが世に出回ってしまうので信用されなくなってしまうっていうのがあって、ある程度の段階で止まっちゃうんですけど、ただまあそのずっと嘘つき続けても、フジテレビのそのなんかニュース番組のMC になるぐらいまだいけるみたいです。あの、ショーン・ケイさんがそこまで行ったので。僕、ショーン・ケイさん会ったことあるんですよね。ショーン・ケイさんのやってるラジオ番組に出たことがあって、やっぱ話うまいんですよね。別に嘘つきたいと思ってるわけではないんですよ。状況によって嘘をつくだけで、基本的にはその相手を喜ばせたいとか、その状況において視聴者が喜ぶことを言いたいっていう時に、真実と嘘だったら、どっちの方が視聴者が喜ぶか。例えば、まあ、よくある話ですけど、今聞いてらっしゃる人って大体日本人じゃないですか。日本人が聞いてる時に、なんか日本って素晴らしい国だよねみたいな、例えばこういうのがあってみたいなのというと喜ぶ日本人の人って多いんですよ。それ別に真実である必要ないんですよ。だって相手の人が喜べばそれで幸せな人増えるじゃん。日本はずっと発展してて、世界中から日本っていう国は尊敬されてて、世界中から日本に来たいっていう人たちがいるので、日本は今後安泰ですよって言った方が、そっか安泰だよかった日本っていい国だよねって言って、その日本人である自分に自信を持てるっていう人もいっぱいいると思うので、それは全然そのいいか悪いかで言ったら悪くはないと思うんですよ。ただ嘘だよねっていう話で、どこかの段階で現実に気づくんですよ。日本の大学に入ろうとする外国人っていうのはどんどん減ってきていて、微妙な地域の国のアメリカとかヨーロッパとかの大学に入れなかった人が日本の大学に来るっていうぐらいのポジションで、日本に行きたいんじゃなくて、日本って滑り止めとかっていうポジションに今なっちゃったんですよ。20年前ぐらいだったらまだその日本の大学に行って、日本のその経済力っていうのをバックボーンにして自分の国になんかの経済を持ってこうっていうタイプの東南アジアの人とかいたんですけど、今ね経済が下がってて人口も減ってる国で、その国の言葉を覚えてもしょうがないでしょっていうのがあって、選択肢のある人はアメリカとかヨーロッパに行っちゃうんですよ。アメリカの大学に受からなかった人が日本に来たりするっていう現実はあるんですけど、でもこの現実はさ、知りたくない人が多いのですよっていうのを、まあ言わないっていうのが正しいのか、聞いてる人が幸せになる嘘をつくのが正しいのかっ
って話だと思います。僕は虚言癖です。治す必要あると思いますか？人に会うのやめた方がいいと思います。基本的に虚言癖の人って止めようと思っても止められないんですよね。ある種の境界例だと思うんですけど、真実であるのと自分の思いっていうのが普通の人より境界線がごちゃごちゃになっちゃってるんですよね。まあ、結構いるんですけど、例えばサッカーファンとかで自分のこのチームに勝ってほしいっていう思いとこのチームが勝つだろうっていう事実って全然違う話なんですけど、どっちのチームの方が強いって聞かれた時に自分の好きなチームの方が強いって言っちゃうとかっていう願望と事実がごっちゃになっちゃうって、人はある程度の割合であるんですよ。虚言癖の人ってその割合が多分強いんだと思うんですよね。嘘ついてしまうっていうのが自分に有利な方向に嘘つくっていうのもあるし、相手が喜ぶんだったら嘘ついちゃうっていうのを無理してやっちゃう人っているんですよね。親が割とその強い人で、親が喜ぶことを言うっていうのを習慣的にやってきた子供って、親が喜ぶことを言うというのが正しくて、事実とか真実を言うのが正しいっていう環境なくて、相手が喜ぶことをなんとなく言っちゃうっていう。例えば食べ物とかでケーキ好きだよねって言われて、好きって言ったら相手が喜ぶと思うから、あ、好き好きって言うんだけど、本当は甘ったりも好きじゃないんだよねみたいなっていう感じで自然に嘘ついちゃう人っていうのもいるんですよ。それが嫌だったらあんま人に会わない方がいいと思います。僕も虚言癖が大学生になり一人暮らしをしてからひどくなって、高校の友達に気づかれてからみるみる彼らとの関係が疎遠になっていきました。現在は全く連絡のやり取りあったりもしてません。人と関わらなくなって約1年経ちますが、かっこ仕事同様の僕が虚言癖は治りません。これからどうしたら人生豊かになりますか？虚言癖治さなくていいんじゃないの？人と関わる必要ってそんなあるんですかね。僕もその外国に住んでるので特に人とはそんなに関わらないんですけど、ネットで関わってたりとか、あとたまに日本に行った時に関わったりしてますけど、人と関わらないといけないとか、人と関わらないと人生が豊かにならないみたいな、そっちの思い込みの方が間違ってるんじゃないかなと思うんですけど、ダルビッシュさんって大学行ってましたっけ？これ別の人ですよねきっと。はい。